スタートしました。好スタートを切ったのは14番レッドダニエルです。スタンド前の先行争いに移ります。最内1番ショッキングコートが出ていきますが、並んで10番スプリングサバンです。外からは16番クリアレイク3番手、その後ろは横に広がって5番ドゥイット、6番ブルカーン、さらには14番レッドダニエル、1番外は15番メープルチャンスです。4頭広がりました。あとは2馬身差、2番西のウィード、そして9番アリソン、外は12番コージンシュリーと中段グループ広がって1コーナーをカーブしていきました。1コーナーを回ってコーナーワークで1番ショッキングコート、1馬身とリードを取って先頭に立ちました。単独2番手20番スプリングサバンです。1馬身差、その後ろは3頭広がって外16番クリアレイク、ジョッキーが抑えています。内は5番のドゥイット、第2コーナーのカーブ、外は15番メープルチャンスが上がって馬群の中に6番ブルカーンです。向こう上面に入りました。1馬身半差、14番レッドダニエルが先段へ押し上げました。あとは2番の西のウィード、1馬身差12番コージンシュリー、あとは3馬身遅れて押し上げていく7番ステラストリーム、先頭までは6、7馬身あります。あとは9番アリソンが行って体半分差、3番ラストミストラスト、2馬身遅れて4番ドラゴンズタイム、そして後ろから2頭目に11番ララマドンナが行って1頭大きく遅れて13番銀座デネボラ、さらに1頭いました。8番ダイヤモンドキララが最後方です。3コーナーをカーブしていきました。15番メープルチャンス、うち10番スプリングサバン、2頭の先行争いでこれから4コーナー手前、あと400の標識を迎えます。そして外から14番レッドダニエル3番手、4コーナーカーブから直線コース、さらに外は12番コージンシュリー、直線に入りました。大外を回したのは4番ドラゴンズタイム、最後の直線の攻防、うち10番スプリングサバン頑張って、あと 200m 突き放した1馬身半のリード、追っている14番レッドダニエル、離れた外から4番ドラゴンズタイム3番手に上がれるか、12番コージンシュリー、15番メープルチャンス3番手争いですが、前はわずかにスプリングサバンがレッドダニエル差を詰めて、ゴールわずかに振り切ったか10番スプリングサバン。